本当に付き合おうか。足立ってやっぱ遊んでそうだよな。何も知らねえくせにつまんねえこと言ってんじゃねえよ。ももが思いを寄せる真面目な当時、ももちゃんの好きな人当ててあげようか。そんなももの前に現れた学校一のモテ王子シャーレー。私たちが運命、ほんと最低最悪の勘違い。もし遊びだったらやめろ。本気だよ。なんであの女の方が幸せそうなの。ももちゃんは当時のことが大好きなんだよ。ももちゃんの笑った顔が一番大好きなんだ。私は俺が大切にする。ももちゃんを返せ。5分に一度恋の事件が巻き起こる。許せない。いや、私本当はピーチガール。